PET の樹脂式別コードポリエチレンテレフタラートは、ポリエステルの一種である。ポリエチレンテレフタレートとも呼ばれる。略称は、当時語で PET と綴り、日本語では、ペット、英語では、PET と読む。ペットボトルの名称はこれに由来する。アメリカ合衆国では、ダクロン、日本では、テトロン、イギリスでは、テリレンとも言う。のように、 エチレングリコールとテレフタル酸の脱水縮合により作られエステル結合が連なっているポリエステルとなる。このエステル結合の生成はテレフタル酸ジュメチルとのエステル交換反応でも可能である。方向感を有するとともに分子差が直線になりやすいことから分子差が流動性を持つ温度では方向感や分子差の配向が起こりやすく結晶部分を作りやすい。 このような結晶性樹脂としての特性を生かした各種用途に用いられている。気象部分が流動性を持ち軟化するガラス定位温度が約摂取80度、結晶部分も流動する融点が約摂取264度である。飲料容器として知られるペットボトルのほか、フィルム、磁気テープの機材、医療用の繊維などに用いられる。熱化素性の合成繊維の中では、 その結晶性から比較的熱に強く、生産量も最も多い。そのため、ペットボトルから繊維へといったリサイクルが比較的普及している樹脂でもある。結晶性ポリエチレンテレフタレートは、加温用の飲料容器やレーザープリンター用の OHP シートなどに使われている。グリコール変性ポリエチレンテレフタレートは、厚肉成形品や厚肉板などに使われている。 2016年にポリエチレンテレフタラートを分解する最近イデオネラサカイエンシスが見つかった。この最近からはポリエチレンテレフタラートを分解する酵素ペターゼが発見されているが2018年にはペターゼよりも分解能力に優れた酵素の作成に成功している。2020年4月8日にフランスのトゥールーズ大学の研究者たちは リサイクルなどの応用に適している酵素が開発されたことを発表した。ありがとうございます。